大変に楽しみな4回戦の選手の試合をご覧いただきます。バンタムの4回戦で赤コーナーが高橋直人、青コーナーが新日本宇都宮ジムの佐賀道弘、この両者の対戦をご覧いただきます。高橋は安倍ジムの所属、白いトランクスをつけております。今日がデビュー戦、17歳でやります。まさに、プロボクシングは17歳で、デビューできるわけでありますが、17歳になって2ヶ月ライセンスを取りまして、今日がデビュー戦の白いトランクスの高橋、高校の2年生であります。都立農業高校の2年生の高橋、アマチュアで20戦を行いまして16勝4敗7つの KO 勝ちという戦績を残しております。安倍ジムの高橋、この選手です。17歳。一方の新日本宇都宮ジムの佐賀道弘でありますが、今日まで参戦して1勝2敗やや負けが先行しております。あさって誕生日を迎えます22歳になります。現在は21歳、黒いトランクス、これが佐賀であります。原田さん、はい、高校生、高校2年生のデビュー戦、どうですか？いや、非常に生き生きとしていいですね。先手先手と言ってますからね、はい、ただ僕心配なのは、やはり打たれてからのね、頑張りがどのぐらいかってことなんですけどもね、はい、ここまではすごくいいペースで来てますね。おお、得意のパンチは右のストレートと言っておりました。ボクサーファイター、白いトランクスの高校2年生の高橋直人。デビュー戦の、はい、デビュー戦にしてはすごくずぶとさですね。そうですか、デビュー戦というのは誰しも硬くなるもんだと思いますけれども、そういうところがなくて、懸命なく積極果敢に攻めております、それをがっちりとガードを固めまして防御しております。黒いトランクスの佐賀、なかなか面白い4回戦になっております。なかなか思い切って攻めますが、これがプロ入り4戦目の佐賀の方、黒いトランクスですが、どうですか佐賀のディフェンス？そうですね、一応ですね、はい、打ってますけども、ちょっとブロックされてますけど、やっぱり打たれてるの違いますからね、はい、腹でいいと打ってますよ。でもそうですか、はい、狙いはね、はい、共に、得意のパンチは右のストレートというふうに言っておりました。ボディを打ちました佐賀、黒いトランクス。佐賀の方がわずかに身長が勝っております。170センチ、バンタム級。そうですね、もう少し佐賀君も手出すと面白いんですよね。そうですね、白いトランクスの高校2年生の高橋の方は168センチであります。バンタム級としては両者ともなかなか背の高い選手ですね。いい体してますね、非常に恵まれた体してますよ、はい、さあ、あの打ち合い、顎に当たりました佐賀のパンチ。今のパンチはなかなかいいパンチでしたね。そうですね、左が当たりましたね、はいはい、顔がのけぞりました。デビュー戦の高橋、足を止めての打ち合いになります。第1ラウンドスタンディングダウンを取りました。しかしながらもうほとんど時間がありません。もう3分を超えております。ここでゴング、ゴングに救われました。スタンディングダウンを取りました。デビュー戦の阿部ジムの17歳の高橋直人であります。一方の佐賀の方はダウンを取られました。このラウンド原田さんの採点1対8、2ポイントこの佐賀が取られました。さて、第1ラウンドの終了間際に、デビュー戦の高橋が取ったスタンディングダウンをご覧いただきましょう。なかなかいい連打を打ちますね。非常の連打ですね。非常にもういい連打ですね、はい、第2ラウンドに入っております。どの程度ダメージが回復しておりますか？ラウンドの終了間際のダウンでしたから、ちょっと効いてるのが残ってるかもしれませんね。そうですね、非常に。でも佐賀君もですね、はい、名前出てきてますけども、はい、手出してますからね。そうですね、やはり佐賀としては手を出さなければやはりこれは勝てない、そういうことですね、という感じで前に出てきた感じがありますね。さあ、足を止めた打ち合いになった。また思い切った打ち合いだ。あーっと、上が効いた。ダウン、ダウン、倒れはしませんでしたが、効きました。どうか、どうか、カウントない。戦闘再開であります。しかしこれは効きました。これは KO のチャンスです。4回戦ですから、もう一度ダウンがあると KO です。試合をストップしました。レフリーストップ、レフリーが止めました。第2ラウンド、手元の時計で1分になっておりません。第2ラウンド0分56、7秒というところで、レフリーの手崎さんが中に割って入りました。結局デビュー戦の高橋の第2ラウンド TKO 勝ちということになりました。
正式な TKO タイムはまだ入っておりませんが、原田さん、なかなかいやもう素晴らしい KO ですね、やっぱりなんていうんですかね、このカードの上からでもね、はい、パリパリ若いんですから、ああいうふうに打っていけばね、必ず糸当たりますから、はい、やっぱお客さんも久しぶりにこの湧いたようなね、いい試合を見たんじゃないですか。いやなかなかの大事に育ててね、そう精悍な顔してますね。顔もいいですよ、17歳、楽しみですね。東京都立農業高校の2年生の高橋直人、これがデビュー戦ですから、実にけれんみのないボクシングで、鮮やかな TKO 勝ちを収めました。さてそのシーンです。第2ラウンドの最初のダウン、右のストレートですか。そして、この後結局もう一度連打がありまして、レフリーの手崎さんが割って入りました。正式な KO タイムは第2ラウンドの50秒ということでありますが、こういう選手は大きく育ってほしいですね。そうですね、非常に楽しみな選手ですからね、はい、大事に会長を育てて、やっぱりこうお客さん喜ばれるような試合ですからね、連打がありますかね、はい、これが最後にレフリーが割って入ったダウンシーンであります。結局第2ラウンドの50秒に鮮やかに新人の高橋直人、デビュー戦を TKO で飾った試合でございました。